いやちょっとでも最初音楽のこっちからさ、あ、早っ、早いな。はい、あ、どうもこんにちは。今日は早いですね、配信。そう、実はあの配信自体が、はい、いつも営業5なんです。あ、そうなんですね。11時半ぐらいから配信なんですけど、うんうんうん、帰れなくなっちゃいますね。帰れなくなっちゃう。はい、じゃあ、今回キュアベースチャンネルスペシャルゲスト、クロワタアメさんです。ありがとうございます。クロワタアメです。お願いします。でね、これをテロップでゲストクロワタいいえしょ出たらアイドルで、あー、鮭さんありがとうございます。ただね、家には帰って返してください。あ、まあね、実はこれコインがありまして、はい、このコイン5コインで30分延長ができるんですけど、萌神さんは何も言わずに延長してました。どういうことですか。もう前回萌神さん出てくれた時は完全にもう、はい、宣伝も何もしてない状態。すごい。あ、これですね、これですね。あ、鮭さんまでありがとうございます。ウリさん、そこにいるじゃん。そこおるやん。ってことで、まあ、とりあえず、はいはい、あの人数がね、まあまあまあいるので、うん、もう乾杯、乾杯から。あ、乾杯から、はい。乾杯から。じゃあ、ちょっと、乾杯から。乾杯から、じゃあ、皆さん乾杯。今日、休みだったんで、マジで昼間から飲んでて、結構酔っ払ってますね。はい、もう、だいぶ飲んでます。だいぶ飲みました。はい、ベースチャンネルが始まる2時間ですかね。そうですね、2時間、3時間前ぐらいに飲みましたね。すごいスタンバった結果、バーカンがすごいグローバルになった。そうですね、バーカンすごかったですね、はい、ちょっとね、頭が痛くなりました、途中で。すごかったですね。すごいですね。あ、何言ってんだろうってちょっと思いましたもん。酔っ払うと彼がどんどんペースが速くなってきて、6回お願いしますみたいな。本当にカウンター国際化しました。してましたね。すごいびっくりした。まあ萌神さん、クロワタさんと続いてますから。はい。よろしくお願いします。まあ基本的にそのアキュラベースチャンネルのゲストさん来られても、うん、アキュラベースチャンネルのスタンスって変わらず、はい。どしもネタでいく。そうですね。もう。やってることがもういつもね、お願いします、いや、皆さん見ました？この間バンゲットの時のクロワタアメさんのツイート踏まれて、何人に踏まれたの？3人女性3人に、女性3人からご褒美をいただいた感じで、ご褒美をどんどんいただいていくスタイル、このマスクの、はい、感じで、そうですね、ガッツ踏まれてましたよ。もうカルシウムさんはエルクロをね、言ってくださってありがとうございます。そうそうそう、ね、この配信は基本秋葉ベースチャンネルっていう配信なんですけど、はい、ほぼほぼフリートークで、フリートークでやってるから、はい、ちなみに質問が1件だけ来てます。毎回踏まれるかお願い1回だよね。たまに成功してます。たまに成功してます。成功した場合はもう毎回やってるんですか。あれは女性の方がいると、ちょっとお願いしてやってますね。すごい、はい、今、満面の笑み。見ました満面の笑みで、なんかこう、いつか、お願いされる側、踏んでいいですかって言われるようになるまで、ちょっと続けようと思ってやってますね。あ、じゃあ、そしたら今、ベースチャンネルにいる方、女性の方いらっしゃったら、まあ、そこにいるね、ウイちゃんです。そうですね。で、踏んでいいですかっていうのは、うん、もう大成功していただければもう全然やらせていただきますし、
ありがたい。そうですね。成功した場合は、成功って言われたら、もう大体、お姫様なんかをバスと決めさせてもらって。今のところ70キロぐらいまでは。70キロまでは持ち上げられる。うん、まあ、大概の女性もじゃ大丈夫。そうですね。リョさんまでは持ち上げられましたね。リョさん結構大きいし、うーって感じだったんですけど、頑張りました。やっぱ、このマスクかぶってるって、それで切っていっちゃうのもあれなんで、でも、クマさん。あ、はい。クマさんって方がいて、かなり大きい。ちょっとね、腰がやられて、ちょっと持ち上がらなかったんで、初めて、ちょっとダメだと思いました。あれは、まあね、ぼちぼち、その、一件その質問が来てて、はい。クロアタアメさんと、はい、ゲンちゃんが腕相撲をしたら、どっちが勝つの？腕相撲したら、どうなんですかね。あ、アタアメさんに会えて踏まれたい。踏みますよ、全然。だけどそれ、俺は美味しくないっす。うわ、自分がね、こう、生まれないと意味がない。そうです。腕相撲苦手ですね。いや、僕もなんですよ。うん。僕は握力30ぐらいしかないんで。握力か。握力は50くらい。来ました。握力50。50ぐらいは。もうちょい行けば、あれリンゴ潰せるんだ。そうですね、もうちょっとで。リンゴ潰せます。こんな穏やかにリンゴ潰せます。なかなかあれですけど。頑張ってます。娘抱っこするんで、やっぱそれで、ちょっとずつ、一日中やっぱり抱っこしてて、しかも、寝ちゃったりすると、抱っこしっぱなしなんですよね。で、寝てる子供結構多くて、それで、少しずつ、こうやってたら、なんか、この辺が、どんどん、マッスルに、パンプアップされていく感じ。娘を抱っこしてて、パンプアップされる、うん。パンプアップされましたね。びっくりしましたね。あ、なるほどですね。アキレフェイスチャンネル、基本荒れてるんですよ。で、時間というか本当に遅いんで、はい、大概、チンチンとかおっぱいとかっていうコメントが非常に多い。ああ。ちょっとね、結構恥ずかしくなっちゃうんですよ。意外と恥ずかしくなっクロアタアメさんが恥ずかしい。そう、おっぱいチンチンは恥ずかしい。そう、ちょっとね、今出たら10人見てますからね、この恥ずかしいという顔を。照れちゃいます。照れちゃう。まあでも意外と照れちゃいます。今日はね、ありがとうございます、本当に。もうありがとうございます。ゲストが来ても、はい、秋葉ベースチャンネルのこのグダグダは変わらない。ああ、もう。全然しっかりと、はい、してると思う。まあ、つまり、それがどういう意味かっていうと、はい、話題がない。はい、でも、それに尽きる。結構、ちょこちょこって、はい、来させてもらって、ね、さっき、カウンターでも、はい、なんで、そのね、1時間くらいかけて秋葉に来てるんだと聞かれまして、グローバルな方に。グローバルな方に。そう、はい。それは、ここが好きだからね。って言ったら、なんか、あ、だから来るんだみたいな言われて、それ以外って何があるんだろうみたいな。逆にもう鏡ですよ。ああ、もう好きだからだ。そう、好きだからですよね。楽しいもんね。神目さん、神目さん、もうみんなみんな来てるし、知ってる。この間ね、イベントで、そう応援しましたから。うん、で、さて何を話すかって。そうですね。まずは OPS のね、もう、OPS、いつも、ああ、お久しぶりです。生放送だけに、やっぱこう絡んでくるっていう。いいですよね、嬉しいですね。はい、まあ、基本僕は無視っていうスタンスなんですよ。僕ね、もともと生主だったんですよ。ニコ生で、ね。そう、ニコニコ。うん、やってて元は生虫で、しかも嵐っていう、最低な。僕、生虫やってる時に、生虫やってる時に、なるべく全員の、コメントを拾う。まあ、スタンスが、じゃあ、虫いくないで。あと、だから結構、Twitter とかもお話ししてもらってる時は、大方、その、全部のリプを、返していく。うん、で、
っていうスタンスでやってますね。あ、まあ、当時は僕も、完全で顔出しもしてないし、名前も全然源太郎とかじゃなかったんで、もろくそ匿名配信、だからもう全然好きなことしもだよ。さすがに顔出てお店も出ててなると、うん、そうですね、もう悪いことはできない。そうですね、なかなかギリギリ下ネタなんか結構自分も覆面かぶって1年半ちょっとなんですけど、最初は結構嫌なこと言われたんです。あ、その覆面に対してやっぱフィールド行った時に結構ね、インドアでもエルクロ使ったりとかもしたし、ハンドガンだけとかで特攻したりとかもしたしって言った時に、あ、なんかうちのチーム相手のせいで負けてんなとか言われたこともありますし、すれ違いざまになんかあんなの使ってなんもないみたいなの本当に聞こえるように言うんですよね。あー、なるほど。でも今こうフォロワーさん増えて、それで初めて今はなんか他のフィールドさん行ったら僕面の子だよね、知ってる知ってるって言ってくれたりとか、一緒にやりたかったんですとか、一緒のチームになって嬉しいですって言ってもらえて、もうフォロワーさんのおかげで結構やっと覆面としてね、そう、みんなのおかげでやってこれてるっていう今意見からも、でも、前回の親神さんも同じようなこと言ったの、日高が続けてる。そうですね、やっぱりそれが一番いい、日高が逆にこう目立ってるんで、防御がどんどん紙防御になってきますよ。当たったかな、あ、ヒットみたいな。これ不思議なんですけど、エロい話はしてねえな。エロくはなかったな。感じてる、自分でもひじひじ感じるんですけど、フォロワーさんが増えるたびに、自分がクリーンになってる。ゲームでめっちゃ。そうですね、貸し切りとかやって、目打ちだけ。で、メインで知ってる。って時は、あえてみんな、こう暗黙の了解じゃないですけど、言うんですよね。カスタぐらいで出るんじゃないよ、カチンと落として初めて出てくれみたいな。浅いです、浅いです、浅い、浅い、ヒットを見るところ浅い、浅いが入るとヒットってコール上げてんのにもかかわらず、待て待て待て、出んな出んな出んなと浅い浅いって言われるんですよね、カチンで。そんなので出てくれるなよって始まるんですよね。いや、そういう貸し切りもあっていいんじゃないかなって思いますよ。でも、どん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 定例会とか、ね、出てくと、やっぱ当たったかなって思ったら、ヒットって出るようにするし、ぶつかって痛えって言っちゃった時、その紛らわさで出るみたいな。バリキリぶつかって痛え、あ、マジか、マジらしいか、ヒットって言っちゃうみたいな。あ、それすげえわかる。俺はあります。ありますよね。全然あります。顔が特徴的であるがゆえに、あー、エイマルさん、エイマルさん、この間、一緒にね、サバゲーやらせてもらって、しかも YouTube に上げてもらったんですよ。あ、そうです。あ、僕の上の方なんですけど、めちゃめちゃ優しくて。ありがとうございます。初めてツイキャスというものを見てるらしいです。あ、ありがとうございます。生配信です、やっております。エイマルさんね、めっちゃいい人、なんかお友達感覚。めっちゃお友達感覚。あれ、最初、クロワタさんが絡むとき、すごい、ね、やっぱこう、いかついじゃん。見た目っていう、やっぱ目立つし。ああ、そう。すごい、いい笑顔で。はじめましてーって言われるから、そう、意外とね、ゆっくり喋るんですよ。よく言われます。あ、この間はそう、隣の方めっちゃイケメン、初見さんにいらっしゃい、ゆっくりしてきてね。リスナーの特徴です。ちゃんと迎え入れてあげてください。初見さんいらっしゃい、ゆっくりしてきてねですよね。あ、ちなみに、そう、クロワタさんはOPS、初見は、君は初見じゃないから。君は初見ではない。そうです。OPS のスタッフさんもやられてる。はい、はい、やってます。初見が多いな。これを嵐っていう。初見嵐っていう。で、ちょっとね、OPS さんの宣伝も兼ねて。そうですね、はい、OPS、はい、老舗フィールドとしてやってます。ありがとうございます。で、かなりですね、うるさいです。OPS 何がうるさいか、まずですね、空打ち、セーフティーエリアでの空打ち、はい、あとマガジンの装填、はい、フィールド内での
ゴーグルを外して、うん、これ累積